準備できたかワン、ツー誕生日おめでとうレイトはずっと照れくさそうだ。お祝いすると変な顔するよかった。辻先輩、お祝い喜んでくれたみたいです 僕のピアノ伴奏付きでお祝いの歌を差し上げたのですが顔が真っ赤でしたこれから玲ト先輩のサプライズ誕生会絶対成功させるぞ辻先輩のお祝いなのに能登原先輩が感極まってましたねいい関係性だな。 うん、やっぱりねレイポンには笑顔が似合うわ先生ちゃんもそう思うでしょレイトくん楽しそうウ <laughs> よかったまたこんな日を迎えられて本当にサックスの手入れ用品を送りました実は能登原たちにも相談しました うだな。<laughs> やっぱレイトは笑ってる方がいいレイトみんなに囲まれて本当にうれしそう <laughs> おめでとうレイトレイトは笑顔がよく似合うね僕たちでもっと笑わせちゃいましょう へえ、あいついつも仏頂面のくせに、本当はよく笑うんだな。悪くないんじゃね。あいつの誕生日とかどうでもいい。先生が言うなら仕方なく祝ってあげるけど。先輩へのプレゼントはリードセットです。消耗品が一番ですよ。炭酸買って投げ渡したら、 振るなって文句言われたみんなからのお祝いが気恥ずかしいと言ってたが本心ではちゃんと嬉しいみたいだなジャズ風の曲作って楽譜送ったらすぐ吹いてくれて感激みきおと言うてたんです またこのメンツでレイトのことを、祝えてよかったって。<laughs> レイトくんのあんなに嬉しそうな笑顔を初めて見ました。お祝いできてよかった。先輩、顔は怖いけどテレ屋さんだよね。みんなでお祝い攻めしちゃおう。店のバイトに来てくれるときに使えるメモ帳です。 ちょうどいいサイズなんでほうずいぶんと隠さずに喜ぶものだな今のの水分がそうさせたのだろうお祝いしても怖い顔して意味わかんないと思ったけどまさか照れてる !?2 二段ケーキ喜んでもらえたみたいでよかった。 気合い入れて正解です誕生日だって素直に白状すればいいんですよ俺たち全力で祝うのに誕生日かあいつらも先生も大げさすぎんだよでもありがとうよ もらっていいのかこれ